凡人ですね、機械を外すのでケースを開けてみました。やはりこうドクターウォッチはヒンジ式が多いんですかね。これもヒンジ式になってますね。で、このところに見えるかな、14金の刻印とロンジンの、マーク入ってますね。うまく見えるんですけど、小さいですけど。こういうケースですね、ロンジン。で、これが機械です。まあ文字盤からいきますけど、文字盤ですね。ケース、文字盤の方がなんか機械よりちょっと小さめにできてますね。で、これが機械なんですけれども、ちょっとわかりますかね。添付のところにガードがきちっと入ってますね。ロレックスもそうですけど、やっぱりいい機械はやっぱりあの添付のところがっちりガードされてますね。素晴らしいですね。ピンがちょっと合わないかな。ちょっと外してみますか。素晴らしい機械です。ロンズです。9と32っていう機械ですね。